みなさんこんにちは、ふみあみのあみでーす。ふみでーす。今日はどこにいるかと言いますと、のあたん、出てきて。よいしょ。じゃーん、ふみのうちにいます。お今日から、まあ1週間くらいご飯 Vlog、前回も人気だったご飯 Vlog を撮っていきたいと思います。ということで今日はふみのお家でね、一緒に食べるねんな。これ今アミがあげたくまさん気に入ってるよ。この服もアミが去年あげたお洋服着てくれてます。かわいい。かわいいなのは。はい、じゃあどんどん撮っていきます。今日はチキン、チキンとお寿司頼みました。こう韓国で有名なねねチキン。おばちゃんも来てます。やばい、急に映るやつ。チーズボールだけちょっと1個食べていい？うん、フライングします。やばいな、かすごい、バリパウダーついた。ではちょっと私が伸ばします。皆さん見ててください。チーズボールです。なんか韓国思い出すわこれ。すごいチーズ。うん、うん。これってさ、反応しようないよ。どう反応したらいいの、見てる人は。うん、ふん。やばいって、こばちゃん。嘘やん、うん、食べたい、うん、今までで一番うまい。伸ばして。来たな、来たな。フライドチキン。ああ、ノーダー押さないで、ピントが。あったあった。あったな。あったあったって言ってるよ。あったあったって言ってるよ。あったあった。ノア。食べに来んねんけど。言ってるかな。ノア。ああ。ほら、食べたかんで。ノアのご飯食べへんな。いやー。うま。あったあった。うん。もう一回オフ。このチーズうまいかな。ああ。そんな今日のお昼ご飯でした。やば、ニキビめっちゃ凝ってる。はい、今日の夜ご飯はそうめんです。卵とめんつゆとごま油入れたそうめんと、天ぷら、糸の天ぷらとエビの天ぷらを買いました。そして珍しくお酒も買いました。そうめん卵入れるの美味しいよな。うん、初めてした。最近ハマってる、卵とめんつゆとごま油入れるの。あとネギたっぷり入れて。そうめんは絶対にイボの糸で、おすすめです。ご飯です。今日の夜ご飯は旦那飯。じゃーん、これな、あ、これな、これなんですか。豚、レモン塩、カルビ。美味しそう。豚塩レモンカルビ。ちょっとレモン汁がこぼれてしまった。で、これは煮物ですか。うん、お米と、あ、待って、アミの最近のお気に入りちょっと持ってくるわ。アミの最近のお気に入り、じゃん、野沢菜昆布です。もうこれにハマりすぎてて、これがあればお米や何杯でもいけそう。毎日食ってるよな。うん、これ昨日見つけてん、なんか、わさび入り、やばくない。今日もこれを食べます。8時47分、今日は遅めの夜ご飯です。いただきます。めっちゃレモン、うんうん、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 めちゃめちゃ美味しいよ。おぉ、うん、やっぱ人が作るご飯最高。じゃあこの煮物はできたやつやな。そう、それは湯煎しただけ。あ、おいしい。でもじゃがいもが優しい、美味しいです。今日はそんな夜ご飯でした。はい、今日も愉快なお昼ご飯が始まりました。今日はスタ丼、スタ
タミナ丼をみんなでテイクアウトしたんやけど、じゃーん、ちょやばいで、アミはトロスタ、トロロとお肉と、え、バリでかいに、トロロと卵を今からトッピングするぞ。じゃーん、やば、肉と卵とトロロ、いただきます。うん、なんか米もめっちゃ味ついてる。えぐい、カロリー、え、聞きたくない。見ていいですか、1280。ふぅ、ただいま。今日の夜ご飯はもう家にあるものでの夜ご飯です。まず家にあった、家にこれあるってすごない？牛タンシチュー、電子レンジでチンしただけ。あとふみがくれたコストコのディナーロールです。あともうだいぶ食べたけど、ポテトフライ。今日のアミラ、アメリカンな夜ご飯。テーマはアメリカン、家にあったもので。クロンウロー茶です、家のお茶。ん、急にアメリカンじゃん。めっちゃ牛タン入ってんで、おいしい。で、このパンをね、ちょっとつけて。うわ、こんなん絶対おいしいやん。うん、もう、うん、おいしいよな、これパンめっちゃおいしい。柔らかい。コストコのディナーロール、やっぱおいしいわ。人気のわけわかるかも。うちは基本夜ご飯、なんかよしけっていう献立が決まってて、食材を配達してくれるサービス使ってんねんけど、たまにね、なんか頼んでない日が、今日みたいな日があって、そういう日はだいたい Uber Eats したり、家にあるものを食べたり、まあ帰りにスーパーで買ったり、そんな感じの今日の夜ご飯でした。これが美味しいディナーロール。お昼ご飯、お昼ご飯です。今日はセブンイレブンです。キュー、キュー。こちら豚もやし、セブンイレブン、いい気分と納豆巻きと、これなんでしょう。めっちゃ買ってるやん。え、でもこれとこれだけじゃちょっとなんかのじゃない。まあ、これとこれだけやけど、おばちゃんはそうやね。これ何と思う？じゃあ、これとこれ、雨がこれを、しそ、しそ、梅しそ巻きみたいな、梅しそ鳥みたいな。覗いちゃったな。あ、惜しいな。え、おばちゃんわかる？春巻き。正解。何のこと？もうフォルムが、フォルムが確かに春巻きです。雨やったら梅しそ鳥って思ったけど、鳥天、梅しそ鳥天って好きやろ。好き。でもあの、あんま鳥ささみ好きちゃう。フミの好きなタイプわかんねんけど。何？なんか自分とちゃう人。まあ、自分と似てない人が好きなタイプじゃない？尊敬できる人。あと自我を持ってる人。うん、そうやな。うん、そういう男と付き合ったらな、結構しんどいんや自分が。やけどそういう人をいつも選んじゃうから、うん、ほんま不思議よな。うん、人ってふみいつも同じタイプが結構統一してるやん。うん、好きになる人ほんまに同じやねん。ふみはあんまりふみに関心なく、うん、マイウェイ行く人じゃない、うん、どっちかって言ったら。でもある意味逆に言ったらふみも干渉しされすぎる、嫌なんじゃない？うん、されたい。はい、今日の夜ご飯もお家にあるものであり合わせの日です。今日やばい、帰り道急にめちゃめちゃ大雨降ってきてびしょびしょになって帰ってきました。で、今日の夜ご飯はじゃん、これなんだ。この間、徳山食品さんと一緒にお仕事した時にいただいたトッポギにラーメンとウインナーと玉ねぎ入れてナポリタンみたいになってるやつ、美味しそう。あとこれ、韓国のコムタンスープ、知ってる？白いスープで、牛骨で取ったスープ、これめっちゃ好き。と、山盛りきゅうりの漬物、山盛りです。今お米チンしてます。いただきます。このスープ美味しいよな。はぁ、しみる。わかめの味がすごい。どう、このトッポギは今日のメイン。玉ねぎとウインナーが入ってるから、なんでかわからんけど、ほぼナポリタン、ナポリタンの味がする。もっと味が薄くなったなぁ。もうちょっと入れたらよかった、なんか。でも美味しい。うん、うん、ラーメンまで入れたからさ、汁がほぼなくなった。
このトッポギにラーメン入れたいから家にあった即席ラーメンのさ塩ラーメンを入れたんやん。じゃああの塩ラーメンの粉末スープが余ったので旦那考案アイディア、きゅうりの漬物をそれで漬けたんやけど、めっちゃ味濃いねんけど、ラーメンの味するこのきゅうり。はい、今日のお昼ご飯ホットモットの親子丼です。毎回親子丼頼んじゃう。カットステーキ重があってんな今日から。それでそれが美味しそうやって悩んで悩んでやめました。私は一味でもいい、サーラータンスープ。これ飲みたい。セブンイレブンのサーラータンスープと、うん、これレンジでご飯を事務所用に置いてるのと高菜。ふみこないだ高菜カバンにこうしてさ、バリ臭かったんやけど。そうだからコインランドリー行った。カバン洗った。うん、ふやき取りしよう。ホットモットの親子丼いただきます。美味しそう。うん、うまっ。じゃあ今日はみんなでご飯食べてるので今からゆっくり食べます。バイ。今日は雨でした。今日の夜ご飯、メカジキのソテーとマリネとほうれん草と卵の味噌汁とトマトもマリネ。めっちゃ久々に魚食べる。 YouTube で話したかな、雨の魚事件。誕生日の2日前にうなぎの骨が喉に詰まって、誕生日の次の日はうなぎの骨取り手術のために緊急で大きい病院に行ってて、鼻からピンセットとカメラ入れてここにうなぎの骨が刺さってて取りました。そっから魚食べたくなかったんけど今日久々に食べます。いただきます。お肉みたいな。うん、なんかほんまに魚食べるときはみんなよく噛んで、なんか喋りながらとかで食べてたらほんまに喉詰まる。さつまいもじゃないわ、じゃがいも。おいしい。おいしいな。うん、外食もいいけどさ、うん、おうちのご飯おいしいよな。おいしいな、癒される、家の味。そんな夜ご飯でした。はい、今日の夜ご飯とんかつです。ひじき、小松菜と卵のお味噌汁です。米、滋賀の米。いただきます。どうですかお味は。おいしい。おいしいですか。これ味見してないや、煮物。おいしい。とんかつを少ない油で上手に揚げる方法を教えてください皆さん。いつも真ん中だけ上がらへん枠。でも油いっぱい使いたくないしなっていう。夜ご飯何の日が一番テンション上がる。むずうん、夏やったら冷しゃぶとか。言うと思った。なんで言うと思ったって何。いや冷しゃぶ言うやろなって思ってね。夏やったらって言った瞬間にもう網の中で一斉の出で言っても間違いなかったぐらい。デミグラスソース賞味期限切れてる。まあ大丈夫、死にはしない。とんかついただきます。うん、うん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 。はい、という感じの最近のご飯 Vlog でした。今日もお仕事頑張ります。この動画が面白かった方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。じゃあねー。